ナンバーアンダーライン愛を絶賛。中島健と北に達也が語る彼らの才能と魅力。ナンバーアンダーライン愛の凄さを語る芸能人。ナンバーアンダーライン愛が語る、音楽で伝えたいメッセージとは、彼らの言葉に心を揺さぶられる。ナンバーアンダーライン愛というユニットが今、日本の音楽業界で大きな注目を集めている。 その理由は単なる音楽の質の高さやパフォーマンス力だけではない。彼らが見せる新しい試みや挑戦する姿勢が、多くのファンや業界関係者の共感を呼んでいるのだ。最近では、ナンバーアンダーライン愛を絶賛する声が著名なアーティストやプロフェッショナルの間で広がっており、彼らの才能や努力が業界内外で高く評価されているのは、これまでの彼らの歩みがそれだけ輝かしいものであったことの証しでもある。実際 ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループではなくアーティストとしての道を進む中で自分たちのアイデンティティを再構築し音楽的な進化を遂げている彼らの魅力の一つとして多くの人々が挙げるのは音楽性の幅広さと深みであるナンバーアンダーライン愛はポップスやダンスミュージックといったジャンルを基盤にしながらもその枠を超えた多様なサウンドやメッセージを取り入れている例えば 最近リリースされた楽曲では、社会的なメッセージや個人の内面的な葛藤をテーマにすることで、より大人びた内容が展開されている。これにより、彼らの音楽は幅広い年齢層に受け入れられ、特に若年層だけでなく、ミドル世代の女性たちにも強く共感されている。しかし、こうした音楽的な成長は簡単に成し遂げられたわけではない。彼らは多くの困難や挑戦に直面してきた。特に ジャニーズ事務所という大手から独立したメンバーがいることも、彼らの活動に一定の影響を与えている。ジャニーズ事務所という巨大なエンターテインメント帝国から離れて活動することは、支持者の間でも大きな話題となったが、それと同時に彼らに対するアンチの声も少なくはない。これは、日本のアイドル文化において、グループを離れて活動することがいかに大きなリスクを伴うかを示している。 新しい道を切り開くことで、結果的には多くの人々から認められ、その努力が報われている。この挑戦する姿勢こそが、業界内外の多くのプロフェッショナルからも高く評価される理由の一つである。最近では、他のアーティストやプロデューサーたちからも、ナンバーアンダーライン愛に対する賛辞の声が相次いでいる。例えば、ジャニーズ事務所出身の中島健人や、音楽プロデューサーの北に達也も、 ナンバーアンダーライン愛の努力と進化を称賛している。このように、業界内で評価されることは、彼らにとって大きな励みとなり、それがさらに彼らの想像力をかき立てている。特に注目すべきは、彼らが常に新しいことに挑戦し続けている点である。ナンバーアンダーライン愛は既存のアイドル像にとらわれることなく、音楽的な冒険を恐れずに進めている。これは多くのファンにとっても刺激的であり、 彼らの新しい作品がリリースされるたびに、その変化と進化を楽しみにしている。さらに、彼らは自分たちの音楽を通じて、リスナーに対しても新しい視点や感情を提供している。これにより、彼らの楽曲は単なるエンターテインメントとして消費されるだけでなく、聴くものに深い影響を与えるものとなっている。ナンバーアンダーライン愛がこのように多くの人々から支持を集める背景には、 彼らの人間性も大きく関わっている。ファンとの距離感を大切にし、常に感謝の気持ちを表現する姿勢は、長年応援しているファンだけでなく、新たに彼らに興味を持った人々の心をも掴んでいる。彼らの SNS やインタビューでは、しばしば自分たちがいかにファンに支えられているかを強調し、その謙虚な態度がさらに彼らの魅力を引き立てている。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバー間の関係性も、 ファンンにとっては見逃せないポイントである彼らはお互いにリスペクトし合い、時には冗談を交えながらも真摯に音楽活動に取り組む姿が、ファンに安心感を与えている。特に最近では、メンバー同士のエピソードが SNS で話題になり、その絆の強さが多くのファンの心に響いている。これにより、彼らのグループとしての結束力がさらに強固なものとなり、それがパフォーマンスにも反映されているのだ。 さらに、ナンバーアンダーラインイのファン層は非常に多様である。もともと若い女性を中心に支持を集めていたが、彼らの音楽性や人間性が評価されるにつれて、年代や性別を超えてファンが増えている。これにより、ライブ会場ではさまざまな世代の人々が一緒に彼らのパフォーマンスを楽しむ光景が見られるようになった。特に、彼らのライブはエネルギッシュでありながらも、感動的な瞬間が散りばめられており、 観客にととっってては忘れられらなないい体験となっている音楽業界においてここまで多様なファン層を獲得することは容易なことではない。しかしナンバー・アンダーライン愛はその独自のスタイルと時代に即した音楽的アプローチを通じて着実にその地位を確立している。そしてその裏には常に努力と挑戦があり彼らの成長を止めるものは何もない。彼らは常に新しいアイデアやコンセプトを取り入れ それを自分たちの色に染め上げることで、次々と新しい道を切り開いている。その一方で、ナンバーアンダーライン愛が今後どのように進化していくのかという期待も高まっている。彼らはこれまでの成功に甘んじることなく、常に未来を見据えている。今後の活動においても、さらに新しい挑戦やコラボレーションが予定されており、ファンや業界関係者はそれを楽しみにしている。特に 彼らが次にどのような音楽をリリースするのか、またどのようなテーマを扱うのかについては、多くの人々が注目している。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功にはいくつかの課題も存在する。まず、彼らの音楽がより広範なリスナーに届くためには、さらなるプロモーションやメディア露出が必要である。現在、SNS や YouTube などを活用して情報発信を行っているものの、 従来のメディアとの連携が強化されれば、彼らの認知度はさらに向上するだろう。また、海外進出の可能性も考えられるが、そこには文化的な違いや市場の壁が存在する。しかし、彼らの音楽性やメッセージ性が国境を越えて共感されるポテンシャルは十分にあり、今後の展開次第では国際的な成功も期待できるだろう。また、ファンとの関係をいかに長期的に維持していくかも重要な課題である。 現在の音楽業界は非常に移り変わりが早く、新しいアーティストやトレンドが次々と登場する中で、常に注目を浴び続けることは簡単ではない。しかし、ナンバーアンダーライン愛はこれまでの活動を通じて、ファンとの強い絆を築いてきたため、その絆をより一層深めることで、長期的な支持を得ることができるだろう。特に、彼らがファンの声に耳を傾け、常に対話を重視する姿勢は、 今後もファンベースを拡大し続ける上で重要な役割を果たすに違いない。最後に、ナンバーアンダーライン愛の未来に対する期待は限りない。彼らはこれまでの成果に満足することなく、さらなる高みを目指している。音楽という枠を超えて、アートや映像、さらにはファッションなど、さまざまな分野での活躍も視野に入れている可能性がある。そして、その先には、 音楽業界全体に対する影響力を持つ存在へと成長することが期待されている。ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような道を進むのか、その一挙手一投足が注目される中で、彼らが次に見せる新しい世界を楽しみにしているファンは世界中にいる。彼らの挑戦はまだ始まったばかりであり、その未来はますます輝いていると言えるだろう。